M3 その黒気候は2014年4月から9月まで日本で放送されたテレビアニメ2014年3月13日に正式に発表された M3 は元はモータルメタルメモリーズの略だったが正式な意味は決定されなかったサブタイトルには旧自体の黒を使用するが公式サイトでは黒を使用し公式ツイッターでは 黒を使用する投票機の揺れは許容されている。また、公式サイトのタイトルでは、波ダッシュではなく、ハイフンマイナスが使用されている。謎の空間、無名領域の出現と共に目撃されるようになった、怪異、今しめと、それを狩る重機、マベスのパイロットである8人の少年少女の戦いが描かれる。10年前、東京に異空間、無名領域が出現した。 空間内部では、あらゆる物質が黒い結晶、カバネコを溶かし、空間近辺では、全体がカバネコで構成される活動体、イマシめが目撃されるようになった。無名領域による災害からの復興を目的とする企業、イクスは、今しめに対抗手段するため、次世代型可動子重機、マベスを開発する。マベスのパイロット候補生として、 サギヌマアカシ、ハサキ、エミル、デワササメ、ハトイワト、カスミライカ、マキミナシ、ユズキマーム、イサクヘイトラが招集され、チーム、ガルグイユの構成員として、訓練を行う。訓練中に現れた今しめを倒したアカシたちは、聞けばここの海内に死ぬという無名領域の番人、ムクロの歌を聞き、噂の通りアカシたちと共に歌を聞いていたアカシたちの、共感が死亡する。 共感、そしてエミルが被害者となり、死神ならムクロを倒せるという伝説が、囁かれるようになるという内容のマームが書いていた、小説を見つけ出したエミルは、死神とは何かマームに問う。マームによれば、ある病院で死んだ人の霊が集まったベスが地下に封印されており、それが死神であるという噂が流れたことがあったという。エミルとヘイトが病院の地下に向かうと、マベス、 アージェントがあった。乗り込んだ兵との意思と関係なく、アージェントは自分で動き出すが、赤カが乗り込むと停止する。その翌日、派遣されてきた須崎自衛官の下ガルグイユのパイロット候補生の無人島訓練が行われる。バラバラに空挺降下後に全候補生が集結し通信機を起動させるというものだったが、 各候補生は突如誰かに呼ばれるような感覚を覚え、その結果難なく全候補生が集合する結果に至る。それは誰もが幼い頃に無名領域に全員いたというイメージであったが、それに関する前後記憶が欠落していた。突如結成された無名領域の調査チーム。主にいくつに所在していた学生や関係者で構成されている。 全員幼少期に一度会っていることが示唆されているが、その間の記憶が欠落しており、詳細は不明。しかしこの8人の共振率は高く、無人島訓練でも連絡手段がない中、何も段取りを決めてないにもかかわらず合流できた。実は10年前に無名領域が生じた時、そこに取り残されながら唯一の生還できた神隠しの子供たちと呼ばれる存在。 生還できた理由は、カバネ効果に対抗できる、旧の木の存在を知っていたつぐみささめみなしの3人が、友達として彼らを保護していたことによる。当初は2014年8月から、タンマーキが毎月リリースされる予定だったが商品クオリティに万全を廃するなどの理由で延期され、後に発売方法をボックスタイプに変更した。 月刊コミックブレード2014年6月号より9月号まで連載され、同誌の休刊により、月刊コミックガーデンに移籍し2014年10月号より継続連載された。単行本は全2巻。漫画は港川和臣。監修はサテライトがそれぞれ担当。なお、同誌では2011年11月号から2013年4月号に、かけ、原案を、 佐藤純一、メインメカニックデザインを、河森正治、制作協力を、サテライト、作画を、佐田松隆一がそれぞれ担当した、モータルメタルカバネコーという作品が連載されていたが、M3 は、カバネコーが、鬼軍曹先生のキャラクター原案と共に、新たな物語として帰ってくる。という位置づけになっており、アニメのオープニングでも、カバネコウが、原案と、明記されている。 M3 その黒キラジオのタイトルで2014年4月24日から10月9日まで、おっと泉にて配信された。毎週木曜日更新。出演は、矢作さゆり、福江美里。毎週金曜20時30分頃東京、阿佐ヶ谷のカフェ、シャイロボコで、ギブユーコ司会のもと、関係スタッフを招いてのトークが行われていた。最新放送話のコメンリーに加えて、 次回話も先行配信された。トーク及びコメンタリーはニコニコ生放送でもライブ配信及び翌週月曜日までオンデマンド配信されていた。ゲスト一覧。ありがとうございます。